はい、どうも、ロルチアです。はい、おはようございますと、はい。えっ、ー、と、今日もね、週末も終わりましてね、普通にね、月曜日だと思いますが、あとそろそろね、梅雨に入る感じなんで、まあ多分ね、今週ぐらいからずっと雨だと思うんだけど、<laughs> 多分、なんかゲリラ豪雨とか言われてるじゃん、おとといかな昨日、昨日はそうでもないの一昨日の夜だよね。なんかまあ、降るとは言ってたけどさ、雨降るとは言ってたけど、めっちゃ降ったらしくて、やばいらしくてさ、なんか、 そこまででもなかったと思うんだけど雨正直ね俺の、まあ、家というかさ、まああのー、ななんだろうそのすごい防音設備がしっかりした家だったりとかさ、まあ、一軒家だったりとか、まあ、あとそのごっついマンションだったりとかさ、まああのー、高層マンションとかさもう本当にすごいマンションとかだったらまあ わかんないと思うんだけどあとその地下の建物だったりとかさそういうとこだったらわかんないと思うんだけど一般的なさそのアパートとかマンションとか、まあ、家その古,い古びた家とかだったらあの外の雨の音とかってなんとなく聞こえんじゃんあの特にちょっとしたものだったら聞こえないうちでも聞こえないんよあのちょっと雨降ってるだけだったら聞こえないから外出た時ああ降ってんのかよってあることなることあるんだけど あのー、めっちゃ土砂降りだったら普通にさその,その辺のなんか物に当たる雨の音だったりとかバタバタバタみたいな音とかでさわかるんよ降ってるのだからその雨ふあ降ってんなってなるじゃんめっちゃ降ってんなこれってなるじゃんだからその大雨降ったらわかるんよねだからその少なくとも俺の、ま、家の周りでそんな土砂降りが降ってた感じではないんだけどまあただなんかそんな時がちょいちょいあるらしくてでまあ ずっとジメジメしてるわけよ。昨日なんかもそうだったけど、な結構しんどいなと思いますね。やっぱり、そのやる気がそがれるし、しかもそうでなくても、ただでさ、暑いわけよ。暑くてさ、本当に夏バテしちゃうわけよ。あの普通にさ、昨日ちょっと友達と話したけどさ、ほんまにさ、なんかぼーっとするって言ってたけど、みんなね、な何人か言ってたよ。あの、なんかぼーっとしてさ、なんか、や何もやる気出ないわみたいなこと言ってる人、俺もそうだしね。っていう話が出てたけど、ほんまにそれなんでね。 ただでさえデバフかかっちゃってるんで結構きついっすよね。はい、えっ、ー、と今日タイトルねこれ理解度ってなってるんだけどまあね正直、まあ、何人か特定の人間が上がるんだけどさあのー、まあこれあるあるなんですよ結構ねあの人前で説明したりとかあとその人から興味を持たれる人だったりとかそういう人が結構こう陥りがちな話なんだけどあのー 例えば自分の置かれてる状況だったりとか、まあ、自分の性質だったりとか、まあ、あとその自分がどれだけ辛いのかとかどれだけきついのかとか逆にどれだけすごいのかとかさ、まあ、いろんな説明したいことあったりとか、まあ、あとそのなんだろうなその例えば病気とか怪我とかで自分の説明を自分のその症状だったりとかその今置かれてる状況みたいなのを説明したいとかね。 例えばその病気とかにしたってさ見てわかるものとかさその本当にさ <laughs> あの風邪ひいてますとか <laughs> あのちょっとかあの怪我だったらさ明らかにここ切ってますとか血出てますとか見りゃわかるじゃんそんなのだけどそうじゃなくてさ精神的なものとかだったら説明しなきゃわかんないしそのカウンセリング的なねその話し合わなきゃわかんなかったりするわけじゃんだそういうのの説明とか、まあ、あとその自分が いかにこんな状況でどうしたらいいのかわからないんだよっていうのが相手に伝わらなかったら意味なかったりするじゃんだからこういうのでめちゃくちゃこの理解度って大事になってくるんだけど結構ねこの視点というかさがその相手の理解度に結構依存するところが多くてちょっと小難しい説明になっちゃうけどあの全然難しい話じゃなくて例えばさ あのこの人には分かってもらえたんだけどこっちの人例えば A さんには分かってもらえたけど B さんには分かってもらえないみたいなねことってあると思うんだけどさこういうのって本当になんかあの賢いとかバカとかあの普通の人とかそ盆栽とか天才とか秀才とか言うけどさ あのそういうことだけじゃなくてさもう本当にその純粋なさ話の理解度みたいな,なんか読解力だったりとかそういうものに依存するんで他のところはすごい優れてるとしてもさ例えばめっちゃ頭いいこの人とその勉強めっちゃできるしなんか数学とかめっちゃ、ね、その計算とか早いしって言ってるやつが理解度遅い場合もあるし逆にこいつ絶対バカだろみたいなやつが理解度やたら速かったりすることもあるわけじゃん。だから それはもう本当に一概に言えないしその全部の能力が全部高いっていわけじゃないからみんなねっていうのももちろんあるんだけどまあそういうのは置いといてその別の要素みたいなその別の能力みたいなのは置いといてその読解力だけをね能力とした時にあの優れた人とまあ普通の人と駄目な人理解力がない人そのさ その3段階でまあそんな3段階では分けれないけどまあ,まあまあまあ分かりやすく3段階で分けた時にさそのバカな人に説明する時とまあ普通の人に説明する時とめっちゃ賢い人に説明する時ってもちろんさ言い方とかうまさみたいなんって違ってくるわけじゃんでもそのこの時に相手目線で言ったらその理解度なんだけど自分の目線で言ったら説明する力なわけじゃん。そのの説明するる力があるっていうのは 例えば「あの賢い人に説明ができます」とか「えー、と普通の人には大体分かってもらえます」とか、まあ、あと「バカな人に説明するの俺うまいです」とかいろいろ言うんだけどこれねどれかに向けて説明がうまいのって多分その自分がそれに近いっていうだけなんよ。自分が近いから自分が分かりやすい説明をしたらその人たちにも大体伝わるみたいなことでしかないんで例えば自分が普通の理解力なんだったら普通の人に伝わりやすいしバカなんだったらバカな人に伝わり 割りやすいいし賢いんだったら賢いい人に伝わりやすいんよだけどそれはあくまでその理解度の話であって全部の労力とかそういうものが高いわけじゃないので要はその全体にこの人たちはこういう感じだから理解力これぐらいだからこういうふうに説明した方がいいんだろうなとかああのまあこの人たちはまあちょっとその理解度高いそのちょっとそういう。 文章だったりり物事とか喋りとかか喋の吸収その正しく吸収する力が強いからこの人は結構そのふわっとした説明でもいけるとかこの人は結構アホだからその小難しい説明を使ったら訳わかんなくなるからすごくその具体例を出しつつ説明しないと多分伝わらないなとかっていう風にそに相手のレベルに合わせて喋れるっていうのが本当に能力の高い説明ができる人なんであのこの辺を割と。 誤解しててる人が多くて誤解っていうかここまで説明すれば大体みんな分かるよそりゃそうだろうってみんな思うんだけど実際のところねあの俺誤解されてんだよなみたいなことを言いがちなんよ結局 <laughs> あの今の説明をすれば分かるんよその相手のレベルに合わせて説明できるのが本当に能力高いやつなんだよ本当に賢いやつなんだよって言われたらああ確かにねってみんな思うけどだけどいざその場になったらみんながね言うんですよ あの「あいつらちょっと全然わかんねえ」とか「あいつらなんか賢い感じなのに全然俺の言ってること理解してくんねえ」とかさあのちゃんとなんか細かく説明しててでその前に違うとこでやった時はみんなわーって理解してくれたのになんでこいつら理解してくんねえんだろうなこいつらなんか,か前のやつより全然賢いのになんでこいつら理解しねえのみたいな。要は 人とか状況今ささっきあの3つその賢いバカ普通じゃまあ賢いバカ普通に分けだけどこんな3つで分けれるようなレベルじゃないわけじゃん本当にあらゆる可能性あらゆるパターンあらゆる人種があるわけでそいつらに向けたその理解させやすいやり方そいつらが分かりやすい文言だったりっていうのが当然あってくるわけじゃんでそのもちろんねその他人同士なんでまあ他人同士っていうかまあ正直家族でもそうだけど あの話してて誤解されることとか相手のね意図が理解できてないこと逆に理解されないことっていうのはその無限にあるしまあ大半が理解されないんですよ大半がちょっとどっか歪んでたりとかどっか理解されなかったりどっか欠落してたりとかするんでまそんなもんなんだけどただねこの誤解されるのが異常に多い人とかっていう人ってまあよくね あの自分が特殊な状況だからそうなるんだよって言っちゃうんだけどまあ俺の知り合いにもいうんやそういうこと言う人まあ確かにそれも一理あるんだけど要は自分が特殊な状況に置かれててその聞いてる側の人はさその特殊な状況を味わったことがないから要は自分が経験したことないからその説明されたって何のことだか分かんないと、まあ、要は絵空事でしかないみたいなねっていうのはまあもちろんあるんだけどただ正直ね あのその人しかまあその人しかはちょっと極端だけど少なくとも自分が経験したことないこと例えば俺で言ったらその交通事故とか経験したことないしあのなんだそういう系のねなん,かなんか事件に巻き込まれたことがあるのかって言ったら全くないことはないけど正直その大きな事件で死にかけたことはほぼないですよ。だったりとかまあその死にかけるとか置いといたとしてもそういうなんかあのー。 なんか近くでめっちゃなんかやばい事件発砲事件が起きたみたいな銃声聞いたみたいなとかそんなのもないですよ。っていう風にねそういう経験をした時でもねこれってその発砲事件が近くであった時えそれどんな感じだったのみたいなどれぐらいうるさいのみたいなえなんかあの耳のこうかトラウマになったりするのみたいななんかあるじゃん素朴な疑問とかでもさそういう状況ってそのデータが集まりやすいから実際経験しなかったとしてもなんとなくわかんじゃん要はね。だから こういういのと一緒ででさ、自分が経験しててなくても想像はできるんよ。要はその想像ができるからその想像させるかどうかなんよその人に対してね要はそれをさせてないから想像できなくてちんぷんかんぷんでこいつ何言ってんだろうってなっちゃうんよ。何言ってその自分がねその特殊な経験をしてるからその相手は特殊な経験をしてないからその想像ができないみたいな。 でもそれはは想像させてやるのは話す側だから要はその自分が特殊な経験をしてるんだったとしたら例えばねあのまあそんなことほぼありえないけどさ例えば龍を見たことがあるとかいう話だったとしたらほとんどの人っていうかまあほぼほぼ100%の人は龍なんか見たことないのでその竜を見たってまあそのフィクションの映像しか浮かばないわけじゃんでも実際の竜ってこうなんだよっていうのを想像させる時に何に近いとかまあ蛇みたいだとかさあの実際のなんか。 まあそのアニメだったりとかゲームだったりとかで実際ドラゴンって出てくるじゃんそれであのどれに近いみたいな,なんかドラクエに出てくるドラゴンに近いのかとか,なんか FF に出てくるのに近いのかとか,なんかあのドラゴンボールのねあのシェンロンに近いのかとかさそういう具体例を出して説明すれば相手に想像しやすくなるわけじゃん言ったらだからこういうのをちゃんと説明するかどうかね。それをさ「私は見たしお前は見てないから説明したところでわかんねえんだよ」って言い出すからわけわかんなくなるからね結局。 だから結構ね理解度とかそういうのってもうそのまあ理解度はねあの個々人の能力があるので難しいところなんだけどあの説明する力っていうのはそのやっぱりね誰々に向けて特定の人種に向けて説明がしやすいとかそんなのはただ,ただの,その盆栽なんであのどんなタイプの人にでもある程度説明がしやすいでしかも相手を見て喋れるっていう人間が一番そのね 結局ねそう,そういう人って割とその分け隔てなく話しちゃってるところがあってそのどんなタイプのどんなレベルの人でも分け隔てなくその気安く話したりとかするから割と好感触で見られがちなんだけど結局さ分け隔てなく話すってさそいつあの相手を見る力がないので結局 <laughs>。 なんでそういうところがやっぱりその出てくるのかなと思ったりはしてますね。なんか周りでそういう話を聞けば聞くほどそういうふうに思います。お前の説明が下手なんじゃねえのっていうことよりも、その相手を見る力がねえんじゃねえのっていうふうに俺は思いますけどね。はい。まあそんな感じで今日ちょっと、あのー、最近ね、ちょっとあんまこういう思考の話をしてなかったんで、久しぶりにやってみました。はい。ロズテアでした。バーイ。